皆さんこんにちは、日本人兵庫県民神戸市民の淡井圭介です。本日2023年10月の17日、13時44分、日本競馬会の皆さんと、この間の、秋華賞の、馬主の方たちや川田ジョッキーや関係者の皆さんへ、牝馬三冠おめでとうございます。特別意識してたわけじゃないんですけども、日曜日か、特別取り込んでたわけではないとは思うんですけど、その時間帯いろいろ頑張っていたら、そういうふうになるような仕組みっていうのはあるんですけども、とにもかくにも、牝馬三冠おめでとうございます。最近これは JRA のその関係者の方たちへ申し上げたいんですけど、昔も僕が言ったかもしれません、画面でテレビの放送とかで馬群の位置取り、各馬が何番の馬がこう動いてる、ああ動いてるっていう画面の下のところに表示されるようになったの、あれは本当に良かったと思います。あれによってレースのその全体の動きっていうのはよく分かるようになりましたので、多分僕からの提案でそういう風にしてくれたんじゃないかなとは思うんですけども、良いグラフィック、表現だと思います。それとあと凱旋門賞なんですけども、申し訳ないんですけども、気がついたら終わってました。世界戦が多すぎるんです。今年本当に僕は阪神タイガースの日本一を狙っていて、そこに全力を尽くしてましたし、大谷翔平とかいろいろ日本の野球界を中心にいろいろあります。でいろんな世界線がたくさんあるんで、その日程の調査をね、正直いちいちしてられないんですよ。ほとんどどういうパターンかって言ったら、テレビの報道番組とかのスポーツ番組のコーナーとかで、いついつにどういう試合があるだとか、あとはテレビ欄とかで地上波の、いついつにどういうふうなものがあるかとか、そういうふうなもので知るんですよ。で、凱旋門賞があったことをまるっきり忘れてました。10月上旬だったっていうこと、頭の中ではね、いつ何かこう僕の頭の中でただあるのが凱旋門賞イコール10月下旬みたいな感覚なんですよ。もしかしたら昔そうだったのかなか、10月2週目、気がついたら凱旋門賞が始まっていて、で終わっていたということで、馬主の方にはちょっと申し訳ないなと。直接取り組んでいたら10月の2週目ですよね。だからもう阪神タイガースがとりあえずリーグ優勝を、決めていて、で比較的まだ取り組みやすい状況ではあったと思うんです。で、直接取り組んでいたら結果もしかしたら2以上になってた可能性は高いですね。特にテレビを見ながらだと。で、今国際線がものすごく増えてるじゃないですか。例えばサウジアラビアのサウジカップだとか、アラブ首長国連邦の、レースだとか、たまに僕思うんですけども、賞金額って本当にそうなのかなって思ったりもしちゃうんですよ。グレード3のレースでも、1着1億円の賞金とかがあるじゃないですか。で、世界で一番最高賞金額のレース、サウジアラビアかアラブ首長国連邦どちらか、確かサウジカップの方だったと思うんですけども、確か1着10億円とかいう金額も本当かなとは正直思っています。どこからどこまで本当なんだろうと、ちょっと金額が大きすぎるので。で、基本的にいろいろ
まあ狙いに行ったりしていた時期はありまして、例えば2年前とかのサウジカップとかだったら、そのグレード3からその1着1億円という賞金額でしたから、もう全部勝ちに行っていて、メインのその1着10億円のレースまで全部日本馬が勝ってたでしょ。あれテレビの画面見ないで時間帯を正確に把握して何時発送かっていうところ、それで、まあ、対応してたんですけども、まあ結局その時は、2年前の時はその1着10億円のそのメインレースのところでもう半ばで寝ちゃったんですよ。もう力尽きて夜中の2時ぐらい日本時間で、まあその分今年取り返して、それまでのその G3G2 とかのレースはほどほどの成績でしたけども、日本馬その分1着まあ勝てたというような形だと思うんですね。まあできれば取り組みたい部分もあるんですけども、いろいろ本当に試合数が多すぎて、それこそボクシングの世界戦だとか、まあペナントレースもそうですし、ヴィッセル神戸も今年同時進行で行ってますので、とにかく、しんどいと本当にきついんで、そのね、その勝つことによって誰かの人生をそのまあ奪うというか潰すというか、その人生がそれによってまあ誰かが、まあ、苦しい思いをしたりしてる、そのそういうふうな苦しさも僕の方が味わっているのかもしれません。だからもう阪神タイガースの試合とかでも、もう試合始まる前からもう朝からもう精神的にかなり追い込まれていて、もう逃げ出したくなるような、その試合の勝ち負けに取り組むっていう部分から、なんとか踏ん張って、まあ、試合最後の最後のね、しっかりと気持ち引き締めて、ほぼ全ての試合はそういう風な形で取り組んで頭の中を貸したりとかしています。まあ、頭の中を渡すっていうワードを使ってるんですけども、私の場合はまあそういう風な部分で、大魔神佐々木さんというあだ名で、まあ横浜当時ベイスターズだったと思うんですけども活躍されていた抑えのピッチャーの佐々木さんも、まあ馬主になられて、確か G1 も勝ったことあったと思うんですよ。だからまあこの間秋華賞の同じ日にグレード2のレースを佐々木さんが所有している馬が勝っていたというニュースも拝見したんですよ。まあ、ちょっとそのような部分でも、まあ、佐々木さんが自分で取り組まれているのかなとか、まあ、そういうようなところ、どういうふうな方法を使って勝っているのか、その神がかり的な力の部分で、まあ、そういうようなところは、いろいろと、まあ、質疑応答したいですね。で、まあ、今、YouTube にその自分の動画をたくさんアップロードしてるんですけども、まあ、その中でスポーツの勝ち負けとかでやっぱり神がかり的な力を使って、頭の中を貸したりだとか、そういうふうな方法で、もうかなり昔から、試合の勝ち負けって取り行われていたはずなんですね。でその辺のところでまあ、皆さんどういう意見とか、こういう方法もあるだとか、まあ、そういうふうな話とかも一回聞いてみたいんで、例えば競馬界だけじゃなくて、例えばボクシング業界だとか、プロ野球界だったりだとか、まあ、サッカー界だったりだとか、まあ、いろんなところの業界、スポーツの団体あるかと思うんですけども、まあ、私の方で YouTube の、 その生ライブとかの放送の時に、皆さんでね、質疑応答とかしていただいて、いろいろと意見交換できたらいいなとは思ったりとかもしてるんです。で、それを行うには、多分その動画の
再生回数が3000時間か4000時間、過去365日を遡って、視聴された方がいらっしゃる。そのトータルの時間が3000時間か4000時間を超えて、チャンネル登録者が500名もしくは、1000人超えで、そういうふうなことができるようになるんだと思うんですね。ちょっと僕も YouTube、そこまで到達したことがないからよくわからないんですよ。そのメンバーシップ、というかそのパートナーシップになろうと思ったらその条件をクリアしなければならない、パートナーシップがついてもらうには。でまあその辺のところを踏まえて、まあ、皆さんチャンネル登録していただいたりだとか、まあ、僕の YouTube でアップロードしてる内容とか読んでいただいたりとか、ホームページにいろいろ記載したりアクセスできるようにしてますので、まあそれで、まあ皆さんご協力していただけたらなと思います。で、まあ、僕はホームページというか YouTube にアップロードしたときに、着信履歴が来るような設定をできればしていただきたいなと思っています。そうすれば、日々、まあ、彼がどんなことを言っているのかなというところで、まあ、政治経済まで幅広いので、まあ、いろんなところの部分で情報収集にはなるかと思います。まあ、為替相場ですけども、当分は1ドル150円でまあ進行します。かまど発電とか地下水流トンネル発電とか、河川水門開閉式玉発電、こういったものが本格的に進まなければ、まあ、全然お話になりませんので、貿易輸出入の部分で。で為替相場のところに関しては、その海外にチャレンジされてる馬主さんや騎手や調教師の方たちに関しては、やっぱり影響あると思うんですね。だからまあ大体どういうような形で動くのかなっていうようなところで、まあ知っていただいたら、まあワールドビジネスサテライトとかで、まあ日経さんのテレビ東京の番組ですけども、報道番組。ああいうふうなところで、まあ、ちょっとしたことを言ったりとかして、為替相場ある程度動かしたりしてる部分もあります、私の方で。で、原油価格に関しても、一時的に大きく下落はしたんですけども、ここ1週間ほど前に、1バレル80ドル台まで。だけども、まあ、私からの意見でエネルギーの残存量問題を考慮すると、もう1バレル100ドルでもいいですよと。いうことを言ってますんでね、まあそこはオーペックさんなどがご判断されるんだと思いますけども、もうこれはもうエネルギーの残存量問題という話になってくると国連レベルでの判断になってくると思います。で、まあ、私がどう言って、まあ、どう動いてるかっていうところは事実としてありますんでね、まあ、そういったところも皆さん知っておいていただいた方がまあ良いかなと思います。まあそういった意味合いで読む価値とか、YouTube 聞くだけの価値はあります。間違いなく。で、聞くときは必ず座って、聞かれた方がいいです。寝転んで聞いていたりしたら頭の中に残らないでしょう。ちゃんと座ってなかったら人間みんなそうなんですよ。で、その辺のところで、まあ、他の自分の身の回りの方たちとかに僕のその YouTube にアップロードしている内容とか閲覧するのを勧めていただいたりだとか、ホームページを読んでいただいたりだとか、まあそういうふうなところでご協力していただけたらなと思います。そのまあいろんなところ読んでもらったら僕は何をしようとしているのかっていうところがよくわかると思いますので、あと正直、まあその競馬のその勝ち負けのところでね、いろいろ力貸したりしてる試合に関しては、まあ私にも何か金一封いただきたいなと本当に思っています。もう長い間生活保護なんで、皆さん助けていただけたらなと思います。正直ね、お金くれないんだったらなんでそこまでせなあかんねんって思う時はやっぱりあるんです。でそれがやっぱり試合にもろに影響出たりします。本当に全く取り組み気がない時とかね、全然頭なんか貸したりしてなかったら、もう、まあ、ワールドベースボールクラシックとかも、もう、かなり昔から、まあ、私の方で取り組んだりしてるんですけども、例えば、
日本代表の試合とかで、まあ僕の頭の中カッシャリしてなかったら、まあしっかりとヒット打てなかったりだとか、ホームラン打てなかったりだとか、まあそれはやっぱり国際線ではっきりしてますので、よくわかるんですよ。で、そこでね、こういうことを大っぴらになぜ言えるのかって言ったら、どう考えてもオリンピックとか、他の国の人たちはもっと以前から、私が二十歳ぐらいの頃の以前から、多分頭の中誰かから借りたりしてるはずなんです。そうじゃなかったら世界記録なんか出せませんから、腕の力借りたり、足の力借りたりだとか、そういったことしなかったら、どう考えても無理なんですよ。プラスアルファの、まあ、己の肉体を鍛えるっていうことは絶対条件ですよ。技術的なところも含めて。で、そういった人たちばっかりが集まってくるんです。で、そういった人たちばっかりが集まってきて、今まで世界記録とかが出てきてるんです。で、それを上回ろうと思ったら、やっぱりプラスアルファのそういう力がなかったら、絶対的に不可能なんですよ。だからまあ、僕から言わせれば、まあ、ルール、法律込みでね、スポーツの勝ち負けとか、日々、基本的には取り組んでいます。まあ、世界中の、ルールは法律ですので。ですので、頭の中で組み上げる言葉とか、そういったところは、ホームページ YKS の利益の106番、阪神タイガースへのメッセージとか、まあスポーツ界へのメッセージとか、YouTube 一覧表でスポーツ界への、メッセージだとか、ああいったところで、私が申し上げている内容とかを聞いていただいたら、まあ、いろんな発見とかがあると思います。まあ、よかったら、ご参考にしてください。皆さん、チャンネル登録や、身の回りの方たちへの、お披露目を、よろしくお願いいたします。まあ、みんなでそれしていただかなかったら、4000時間なんか、過去365日を遡ってどう考えても突破できませんので、まあ、ここ最近で、まあ、400時間に迫ってきたかなというところですね、ここ。ここ最近で。1年ぐらい前なんかもうほとんど時間なんかなかったです、本当に。まあ、それをいろいろいろんな方たちにメッセージを送ることによって、まあ、少しずつ広がってるんだと思います。それによって、まあ、動画の再生時間だとか、そういったところが、まあ、広まったり、しています。皆さん、ご協力のほどよろしくお願いいたします。まあ、あとはまあ、ここ近日で言うと、海外のレースだとしたら、アメリカの、まあ、ブリーダーズカップ系のレースでしょうね。まあ、そこに日本の馬が確か出馬するっていうニュースは見たと思うんです。勝手に流れてくるインターネットの記事で情報を拾い上げてるだけで、その、全部が全部ね、やっぱり調べるだけの余裕ってなかなかないんですよ。で、まあ、自分の頭の中で、まあ、今のところ大体分かっているのは、まあ、国際戦といえば日本でいうとジャパンカップと、あとは、ここ近隣の国でいうと、香港の、香港マイルだとか、あの辺りのレースですね、4つぐらい G1 があったと思うんですけども、11月の、下旬か12月ぐらいだったと思うんですけども、まあ、そういうふうなところは、まあ、日本シリーズもその頃終わってるでしょうから、私の方で日程間違えてなかったら、まあまあ取り組みやすい日ではあると、まあ、いうような形にはなりますね。いろいろ調べたんですけど、今、宝塚記念とか、他のレースとかも、結構海外の馬乗り込んできたりされてます。まあ、JRA は基本的に農林水産大臣の管轄のもと、農林水産省の管轄のもとですから、基本的にあんまり、国際レース増やしてほしくないんですよ。それはエネルギーの残存量問題もあって、他国へ、行ったりだとか、他国から馬が乗り込んできたりとかで、輸送で、ガソリンを消費するじゃないですか、石油が。だから、そのエネルギーの残存量問題は、世界中の人の、
まあ、50億人以上の人たちの命がかかっている話ですんでね、皆さん抑えているところは抑えていただきたいので、国際間で、話し合い決着つけていただいて、例えば日本のその国際レースはジャパンカップだけにするだとか、まあ、そういうふうな対応をしていただけたらなと思います。皆さんご協力のほどよろしくお願いします。まあ、僕と同い年の福永祐一騎手とか、まあ、僕と会って話したことがあった、まあ、武豊さんなどにも、まあ、まあ、私の方から、まあ、よろしく伝えてほしいということを、まあ、誰かがお伝えしていただけたらなと思います。まあ、いろいろあって、まあ、今はね、もう僕に絡んでくる人はほとんど見かけなくなったんですけども、まあああいうふうなことが結果ではっきり分かってましたから、その日私が怒ってしまうと福永祐一騎手とかが落馬したりだとか、だから例えばプロ野球でいうとデッドボールが発生したりだとか、まあそういうようなことがもう確率でもほぼ 100% だったんですね。 100% で、全てが全て福永祐一騎手だけじゃなかったと思うんですよ。他の方もそういったところが原因で落馬されている可能性が高い。そのもちろんレースを見たら馬同士がね、こうぶつかりそうになったりだとか、前を塞がれてしまって馬が急ブレーキをかけるような形で前足でこうつんのめるような形で倒れたりだとか、別に君のせいじゃないよって思われるかもしれませんけども、実は全てつながってるんです。で、だからまあその辺のところで、まあ、今ちょっと呪われてる状態、この手の話をすると、まあ、その辺のところの対処の仕方も私は心得てますので、対応能力あるんで、まあ、対応能力がない方はとかはああいうふうな現象に、まあまあ、基本的に僕は怒らなかったらいいことなんですけども、やっぱり僕も人間ですから、しょっちゅうしょっちゅう絡んでくる人間がいたら、やっぱりいずれの問題もありますから、まあとにもかくにも福永祐一騎手もそのとんでもないその取り返しの効かないような大怪我とかもなくて、まあ良かったなと思います。彼も多分僕に会いに来た方だと思うんですね。フルーツラパークなどで勤務していた時に、神戸市立まあ、明日から阪神タイガースのクライマックスシリーズに全力を尽くすという所存でございます。皆さんよければ、まあ、ご支援していただけたらなと思います。それでは、長い間、ご清聴ありがとうございました。まあ、皆さん今後とも、お互い頑張っていきましょう。以上です。